そうですね、僕と浜さんで結構前の方で絡みながらっていうのができてたんで、でそれでサイド揺さぶってスペースできたんで、まあ、そこでウッチが仕掛けてくれたんで、まあ、相手が崩れたっていうのは多分全てだと思います。まあ、自分はこぼれ球を押し込んだだけなんで、まあ、そこで決まればよかったですけど、まあ、一応詰めてたんで、まあ、しっかり流し込めてよかったです。まあ、結構向こうがどんどんプレスではめてきて、まあ、自分たちもいい時はそれを逆にやってるので、まあ、そういう意味ではもう向こうにやりたいことをやられたっていうのが前半だったと思うんで、まあ、後半はうまくそういう意味では向こうのプレスも慣れてきてボールしっかりつなぎながらできてたので、まあ、そういう意味では後半は修正できたのかなと思います。やっぱり首位のチームなんで、まあ、それなりの理由があると思うんで、まあ、でもそれでも好きっていうのはある絶対にあると思うんで、まあ、自分たちも強い気持ち持ってやってきてたんですよ。昨日は内容的にそこまで良くなかったんですけど、前々回の大宮戦とかすごく自分たちにチャンスがありましたし、まあホームのゲームっていうのはやっぱり勝ちきれた部分があったので、そこはやっぱ勝ちたかったなっていうのが正直な思いですし、まあアウェーで引き分けて帰ってこれたっていうことは前向きに捉えて、次のホームの首位相手の金沢に対してやっぱ勝ちきれるようなゲームを目指したいなと思います。まあ流れの中から点が取れれば一番いいんですけど、まあセットプレーとかね、こうチャンスがあると思うので、そういったセットプレーコーナーとか、まあ、そういった部分で点が取れればなって思うので、まあ、そういった部分を含めてやっぱ守備が固いチームなので、ワンチャンスをものにするっていうところを、ね、みんなでやっていければなと思います。クロスがタイミングよく上がったことで、クロスに3枚から4枚必ず入ってるんですね。だからビッグチャンスが一番初めに出たのは、あのウッチがあのコントロールミスしましたけど、あったのはアレックスがキープしてベレスからクロスですよね。そういうのがあのシンプルにシュート打ったりシンプルにクロスが入ってるのはすごくいいことだというふうに思います。あとはあの後半点を取ったように幅広い縦からサイドチェンジして幅広い攻撃をして潜り込んでスルーパスで長谷川がシュートを打ってセカンドボールっていうところはすごくあの狙ってるような形ができたので、浜を入れてさばいて出ていくっていうのはできたんですごく良かったと思います。昨日のゲームも5分10分守ればあと10分になると焦ると、可能性としてもう1点入る可能性だってあるわけですよね。だからそういう意味ではもう少し時間帯を守る、ただ守るっていうのは受けるんじゃなくてボールにきちっと行くっていうことがすごく大事。結局失点のところ行けてないんですよね。大宮の時はチャンス多かったけど取れなかった。今回はしっかり守った中でのチャンス、いくつかのチャンスをものにしたっていうところすごくいいことで、よくなってきてるんですね。あの勝ち点3取れてないとしても負けてないっていうことをどう取るか、これって必ず続いていきますから、もう4ゲーム負けてないですから、これが1つ2つ勝っていくと全然状況が変わっていくっていうのは信じて、あとそういうことを楽しみにこうチャレンジしていけばいいかなと思っています。そういうことを踏まえながら、中2日ですけど、ホームの金沢に向けて頑張りたいと思います。